ホルムスク市の紋章ホルムスク海洋貿易港ソビエツカヤ通り級猛火中学校跡に立つホルムスク都市行政区役所例人広場に面したショッピングセンターアルバトロスホルムスクはロシア連邦の実効支配が及ぶ極東連邦艦クサハリン州の都市カラフト南部に位置し日本海際北部のマミヤ海峡に面しておりカラフト西南部のホルムスキー地区における行政の 中心でもある。日本名はもうか。ソ連時代に建設されたサハリン州最大の港湾施設、ホルムスク海洋貿易港と、サハリンプロジェクトの資機材搬入拠点として整備された、サハリン最海洋港を要する港湾都市で、バイカルアムール鉄道の終点ワニの駅とホルムスク、ソルチローボチュニ駅とを結ぶワニのホルムスク、鉄道連絡線が運行されている。以前は、 日本のオタルホルムスクは2のを結ぶフェリーも月1便ほど運行していたが燃料費の高騰を理由に人口は2016年時点で28,521人1947年に2万5,000人1985年に5万人を超え1991年から1992年にかけてピークの5万1,800人に達したが 1990年代から2000年代初めにかけてソ連崩壊に伴う国内経済の混乱で主要企業の倒産などが相次ぎ人口は約2万人減少。市内には空き家や建設中で放棄された住宅などが増加したがロシア国内の景気回復から2000年代後半以降地域経済が好転して民間住宅の新築や企業の新規設立などが増え 人口減少に歯止めがかかりつつある。2011年の経済活動人口は2万1000人で、うち失業率は1.1%であった。日露戦争で南から沸騰を獲得した日本による統治時代から漁業が盛んで、2010年の魚介類の水揚げ量は9万1792トンで、うち3万8000トンが輸出された。また魚の加工食品製造も行われ、 主に日本、中国、韓国向けに各種缶詰、冷凍食品や切り身、魚粉、魚油などが生産されている。この他造船、金属加工、木工、建設業が主要産業である。ソ連時代は王子製紙網化工場を引き継いだホルムスクパルプ製紙工場が筆記用紙やトイレットペーパー、ノートなどを生産していた。1980年代には 従業員数が2500人を数えたが、1992年の工場火災で設備の大半を失って1993年に生産を停止した。1870年にロシア帝国軍の駐屯地として建設された。日露戦争後期、日本軍はカラフトを占領、ポーツマス条約で同地を含む南カラフトを正式に領有した。 1905年から1945年までは日本領であり、ロシア領時代のマウカという地名からモウカへと解消された。1945年8月9日、日ソ中立条約を破棄したソ連軍は南からふとにも進行。1945年8月20日、モウカに艦砲射撃を行い上陸した。この際にモウカ郵便電信局事件や水穂事件などが、 起こっている。猛火占領後は、豊原市を目指して進軍し、抵抗する日本軍との間に8月20日から23日にかけて、熊笹峠や宝大ループ戦を舞台に激しい戦闘が繰り広げられた。1946年、ソ連統治下で、丘の街を意味する、ホルムスクと解消されている。カラフトに住む、日本人の引き上げ事業に伴い、この港から、 多くの人々がカラフトを後にした。1975年、北海道串路市と提携を結び、姉妹都市となった。1957年、1965年にはカラフト棒三段の上陸地となった。1965年の時点では、人口増加に対応するためにコンクリート作りの後から、六建てアパートの建設が進んでおり、木造建築物の取り壊しが進められていた。 集団自決が行われた儲か郵便局は、ソ連側の手により改装されていたものの、郵便局として利用されていた。市の中心部に、日本領有時代の建物はほとんど残らない。日本領有下において建設された儲か駅舎が残っていたが、老朽化のため1992年に取り壊された。この際、日本領有時代の鉄道資料が多数発見され、その大部分は、 東海旅客鉄道に寄贈された。日本領有時代の生活用品などは、郷土博物館にコーナーが設けられて展示されている。神社の意向を活かした日本庭園も存在する。当該地域の領有権に関する詳細は、カラフトの項目を、歴史に関しては、カラフト町、毛か市町、毛か町の項目を参照。ホルムスクの郵便局会に面しているために、 サハリンの中では温暖であると言える。ありがとうございます。